丸めの石を。別に丸くなくてもいいんだよ。うん、大きさ的にどうなんだろう。え、大きい。いやいや、じゃなくて目につく一生懸命だと思ってそう、もう無理だなと思って俺そういうこと言ってなんか誰も拾わないしとか言って全然そこに何もないから拾う石でいいやと思って今一瞬思った。これも？それも拾ってた。袋持ってくるべきだったな。多分僕の中では来たんじゃないですか、空気で。それってさ、この人何やるんだろうって想像する必要はないんじゃないかしら、今のはまだ。僕やるんだったら、一人がじゃあロープ役で一人が石役になったら、直線を引こうと思った時に二人必要です、うん、その時だけでは手伝ったりじゃない、うん、はい、見ながらやったらいいじゃない。見ながらこう、あ、この人落ちたなみたいな。これなんだけどさ、こういうふうに書くとさ、うん、どの向きでもできるんだよ。そうですよ ね、うん、縦でもだからこうやっ てしばらくして繰り返してどっかへ行くとかできますか、ね、まあできるね。ピアノをね、こうやって持ってこようと